おずちゃまをご覧の皆様、こんばんは。おずまのりおです。今日はですね、はい、デックについての大砲弾ということで、ね、デックにお詳しい、ね、お三方にもお集まりいただきました。おー、ひずみさんいなかったら多分この話30秒で終わると思う。まず、デックにここまでこだわるっていうのは、なんていうきっかけというか。きっかけ、香川でマジックしてて、オフ会とかを開いて、まあ、香川から岡山に行って、いろんな人と遊んだりするわけですよ。で、そこで、ある人がデックをくれたんですよ。で、そこでちょっと今日持ってきたんですよ、これ。これ、一例ですけど、これアラジン。光の話で見えないかもしれない。アラジンさん、懐かしい。2013年出て、まあ、それ買いましたと。そしたら、オフ会を開いてた時に、10代の頃にもらったアラジンと、ちょっと比較してみたんですよ。なんか違うんですよね。なんか違う。いや、色は違うよ。いや、ここランタンがないでしょ。アラジン、ランタンがないでしょ。で、なんか、ここ言われてみれば、ここなんか、1001とかなんか謎の書いてて、ここナショナルプレイングカードって書いてあるのに、それがなくなってスムースフィニッシュって書いてるんですよ。なんか、違うんですよね。何が違うんだろうって僕興味湧いちゃったんですよ。僕の一番最初のデックのきっかけでしたね。じゃあ、そのデック好きが集まるコミュニティみたいなのがあるんですか？あります、あります。泉さん、ジェリ投げ何個持ってるの？何持ってんの？持ってないですよ。日本で一番ジェリ投げ持ってるのも高いですよね。いや、もう、2つしか持ってない。2つしか持ってない。でも、師匠がもうすごい持ってるじゃん。あ、まあ、師匠もあげちゃったって言って、もう1つ、2つしか持ってない。嘘、もったいない。まあ、いな、でもなんか師匠の家に行くとジェリ投げが転がってるみたいな。あ、そうそう、転がってたのをくれくれって言って。レナドリーさん。で、結局アラジンの何が違ったんだろうっていう質問が来てますね。アラジンの違いに関しては、うん、明確なオフィシャルの情報はないので、これは基本全て推測なんですよ。どっかのタイミングでパッケージが変わってるんですよ。この赤い方が古いっていうのが分かるんですよね。で、年代が違うってことはどういうことかっていうと、使われているペーパーが違う、紙が違うから、そもそも手触りとか実際に使った感じも全然違う。例えばこの2つなんかポーンって売りに出されるじゃないですか。同じ1000円で売っててもこっちの方が価値があるって言えるんですよ。なぜかというとこっちは古いから。古くても今手に入らないから、まあ、それこそその作業工程も多分違うはずなんで、 USB 社は1980年中期前後で機械が一新してるんで、多分その辺で多分物は全然違うでしょうね。他のデックコレクターと違って、買ったデック開けるよ。あれすげえなと思う。開ける、絶対開ける。なんていうか、未開封の方が価値あるじゃん。未開封の方が価値あるし、未開封の方が正直高く売れる。多分実際にデック作られて、リオさんも共感していただけるところだと思うんですけれども、デックを作る側にとって一番の喜びは、開けて使われることっていうのに気づいたんですよ。そしたら、開けるしかねえやろ、つって。なるほどね。もう全部だからバーって開ける。プレイフェアのロゴは何テイク書いたの？実はこれはですね、プレイフェアの2015年に出した PV の中にあるんですけど、20テイクぐらいで書きました。これですね。これ20テイクぐらいで書きました。これね。あ、そうです。自慢ね、自慢。あと、ジョーカーの柄の理由を教えてください。ジョーカーの柄は、これカメラのレンズです。あー、カメラのレンズ。大正解ってことじゃなくて。大正解じゃないです。カメラのレンズです。僕がそのチェイス・ジャービスの影響を受けてカメラを始めて、カメラにすごい夢中だったので、カメラのレンズをモチーフにしてます、はい。初代の一番最初のプレイペアは K イズミフォトグラフィーっていうちゃんとクレジットが入ってる。デックは何百種あるのって何世界中にってことかな。デックは何百種類あるの。デック一応確かギネス記録では中国の人が1万個デックをコレクションしてるっていうのがギネス記録にあってっていう話は置いといて、多分デックは何種類持ってるのって意味だとすると、多分100種類あるかないかぐらい。そんなに僕はですね、デック自体は持ってないんですよ。これオズマンドデックっていうのはですね、青と。で、オズマンドのマジシャンだけが使うというですね、これ非売品のこの赤とか。かっこいい。実はまた別バージョンがありまして、この別バージョンの赤っていうのも、これも多分初めての情報ですよ。そんなに驚かれる情報だっていうことで気がつかなかったという。幻のバージョンっていうのはマニアからすると、だいぶいいです。ね、僕もだから、あってなりましたもん。知らなかったです。僕も知らなかったんで。誰も知らなかったみたいですね。まあ言ってなかった。多分言ってないでしょうね。ちょっと僕デックってちゃんと開封するのはどうやって開封するのかなっていうのも、僕は、そうですね。いろいろあると思いますけれども、はい、まずですね、台湾製と違って USB-C はですね、だいぶシュリンクがピッチリしてるんですよ。だから、だいぶこれはカードのコンディションが良くなるんで、70年代とかはすごいシュリンクが USB-C 強すぎて、逆にカードが変形しちゃう。で、これ USB-C 製でこれすごい気をつけないといけないのが、開けるときに、ここを、ピーって取ってパッて開けるときに、ここの引っかかりのところがベロってめくれるときがある。そう、ここだけね、ここだけ結構気をつけて開けないといけない。あと一時期テープ全くめくれなかったときある。あ、あるそれもある。で、一応これはまあ指で破る派
カッターで切る派、ジョーカーで切る派っていろいろあるけれども、まあこのシールの破れた感じが嫌いって人はもう普通に剥がしちゃっていいです。いや一応ね、あのこうでしょ、ちょっとシールの跡が、まあ粘着残っちゃってるんで、これは USB-C のこのシールでこうペタペタペタってやったら貼ってなかったかのように、そうそうそう、でこれがあの例えばそのバイシクルとかこういうペタペタした系のケースだったらいいんですけど、あのダンデブから出てるちょっと和紙みたいな感じの、そういう感じのだと、あ、はいはいはい、あのこれはちょっとうまくいかない。うん、お、気にせずいつも使ってますね。そしてちゃんと開けた後はケースを閉じた上でね。僕これあんま良くないなと思って開けたらちゃんとしまうっていうのちょっと作法、うん、そうですね、家もね帰ってきたらドア閉めるもん、ドア閉めるよくわかんないでしょなんだその話おおすげえ広告カード、広告カード、広告カードがなかった正しく広告カードだ正しく広告正しく、あ、まあ、やっぱこのねまずねカラフル感がいいね。そうなんですよ、まずマルチカラーがいいんですよね。これなんでかっていうとマルチカラー高いんですよ。高いですね、個人じゃできないんですよ。だからもうこの時点でも華やかさが違うよね、うん、あとボーダーの太さが結構太めなのでこれすごくあの飽きない、うん、いい感じ、柔らかめ、柔らかめというか、あ、USB-C の今匂いが、今のリフルで匂いがすごい来た、あUS の、US の匂いが、これやっぱ匂い大事にするか、僕はあんまり懐かしい、僕はあんまりですけどね、そうそうそう、使いやすくて広がりも良くてマルチカラーで鮮やか で、あとフェイスは普通のスタンダードデザインなんでこの辺りも長く使ってもらえる、要は飽きない、はい、カスタムデザインもいいんですけれども僕はこういうやっぱ普通の方が、普通が一番かなみたいな、はい、今このナンバー16の謎はってナンバー16の謎はこれ今それ俺も聞いた聞いた、ここに書いてある、ね、そう、あの僕のデック全部ナンバー16って書いてて、はいはいはい、これは僕が2016年からデック作りを始めたって意味です。ああそういうことか、ああそう、皆さん3つぐらいは持ってるでしょう、 B をですねぜひとも見てください。 B の上にナンバー92って書いてます。あれは1892年から始まったことを意味してるんですよ。あ僕がそのオールドデックが好きでそれをオマージュで最初に考えたのがこれがナンバー16です。んちなみにあの横にこのプレイングカードとかなんかすげえでかいフォントであるっていうのもこれが壮大に並ぶ絵をイメージしたんですよ。なるほど、だから実際これアルスバックとかプレイフェアのデックこうプレイングカードのなんか向きでこうやって並べたらめっちゃかっこいいですよ。うん、確かにオールドデックの雰囲気がありますよね。そうですね、まあ、ちなみにマジックフィニッシュってそこに書いてあるのもこれもオールドデックの、なるほどね、バーコードがあの1980年から付き始めたんでそれまではなんかフィニッシュ名をボトムに書いてたんですよね。まあ、なのでそれのオマージュでもあります。いろいろそういう、そう、それがナンバー16。乾燥肌に合うデックは何ですかっていう。乾燥肌に合うデックはタリホじゃないですか。タリホ。タリホじゃない。根拠は何？タリホ柔らかいから。ああそういうことね。タリホ柔らかいから。高橋さんは何のデック使ってますか。高橋さんはお客さんに来た時はバイシクル。普段使っているというよりも好きなデック。最近の一番はキャラバンです。キャラバンいいっすね。マニアックな。キャラ、キャラバン最高。これちょっと今持ってきて開けたらエンボスがあったんですけど、エンボスがないのが好きなんです。ブリッジサイズでよく、はい、アビエーターあります。もうこれですね。アビエーターとキャラバンって一緒よね。多分一緒だと思う。もともとは違うけどね、うん、あのアビエーター自体は、うん。エンボスないのにこの滑るのは何なんでしょう。これね、ぬめってしてるアイボリー、アイボリー。でもね、このアイボリーの弱点は、いや、すげえ俺も滑りすごい好きなんですけど、黒いね、汚れがね、斑点がつくのよ、ね、このエッジにすごい、ね、黒い斑点つく、あ、いや、フェイスにも結構つきがちなのよ、ここら辺僕のもすごい死んでます、うん、つくつく、うん、ずっとやっぱりブリッジ使ってると、ポーカー持った時大きいですよ、ね、あ、大きい大きい大きい、そう僕もあのミニデックでマジックしてて、こっち持つと、あ、大きいな、あ、そう、やばいやばいやばいポーカーサイズ使わないといけないみたいな風潮はありますけど、うん、大きいなって思う方は一回ブリッジ使っていいと思います、うんうん、ね、うん。スライトグルイの人におすすめのデックはスライト強じゃないスライト強、スライト強、ちょっとね、でもね、スライ派の人バイシクル難しいんじゃないかな、滑りすぎるか、そう、滑りすぎる、じゃあ B B はね、若干硬すぎる、うん、そう、で、あの B は若干硬くて厚みがあるんで、あれちょっと手が大きい人じゃないと扱いづらいんですよ、うん、だから80年代頃の B だったらちょっとあの厚みが薄いからすごく使いやすいんですけど、多分難
難しいんじゃないかな。結構タリホーとかは年代指定されると買えないから今手に入るの入る今手に入るそういう意味ではマニアックすぎるね。いやそのてかスライド何のスライドかにもよる、まあ、何のスライドかにもよるけどね。例えばそのダブル系だったらあの台湾系ちょっとヌメヌメしてるって言われるんで、うん、ダブル系のスライだったら結構台湾系は向くし、チール系とかだったら全部台湾製の USB-C の方が滑りやすいから向くし、うん、で多分裏表系とかもそういうのやるんだったら USB-C の方が噛み合わせがいいから多分サクッといくだろうし、なんかやった方がいいんですかねそれはちょっと期待してるんですよね。そうですよね。結局やられるんですね。結局なんかやりますか。あ、そうそうそう、ね、これ濃い錦鯉がデザインされてるんですよね、はい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 、このジョーカーっていうの、うん、あとやっぱあれですね、ジョーカーもなんかね微妙にこう上下の概念が薄いのもいいですね、うん、使いやすい同一デザインで、うん、なんとなくそう、うん、でなんか錦鯉すごいなんか縁起いいもんだっていうふうに聞いてます、うん、なんだっけな、なんか日本だと竜と同じぐらいのなんか扱いを昔受けてたらしい、ドラゴン並みの、そうそうそう、でちょっとそのねジョーカーでまーす、じゃあ両さんいいですか、はい、カード1枚を取ってください。はい、じゃあそのカード覚えてください。棒も見ていいですか。いいですよ。いいですか、はい、あ、見て、おお、実質1位。え、なになになに、実質1位な、な、そんないいカードなの、ね、そんないいカード、はい、あ、マジで実質1位にふさわしい、実質1位にふさわしいです。ちょっと待ってください違ったかな。違うかな。ってことは2だな。そっか、そっか、そういうの2になっちゃう、じゃあこの2枚のジョーカーね、この間よく見せてください、うん、ここね、あ、指をね鳴らすんですよ、うん、まあいいや、はい、鳴らすんですよ1枚挟まるんですね、うん、そうですね、ほら、あれ3枚全部カウントされましたね。これも全部カウントされましたね。なるほど、なるほど。たまにあるんですよね。しょうがないんで、ちょっと。たまにあるんですよ。そうそうそう。ちょっと聞きます。うん、覚えたカード。まあ、この3枚どれかだと思うんですけど、何でしたか、うん、言っちゃっていいんですか、はい。ハートネス。ハートネス。はい、お、ハートネス、いいね。実質1。うん、え、たたくと減ります。で、ハートネス。おぉ、ね、すげー。すげー。だこれね、うん、あの指は何回も鳴らしちゃダメ、うん、1回、これで挟まります。おで、このカードが、スペードのエース、うん、で、3枚目のエースはここで、最後のエースはおすげえ、楽しいね。楽しいね。マジで面白い。マジで面白い。